ノートブックレコーズ YouTube トークナンバー130ペイヤー。はい、130回目の放送です、はい、7月26日配信分でございます、はい、ラフスケッチと中目だでお送りいたします。サマーシーズン到来前回も言ってますけどね、同じこと言ってますけど、ね、いや言いたくなっちゃうな、デジャブですね、言っちゃうなこれやばい、もうな、うん、いやもうまた同じこと言っちゃうけど短いですからいやこれ毎回言いますよ、言わなきゃしょうがない本当にこれも何回でも言っちゃいます、はい、多分もう8月末ぐらいまではずいぶん言いますよねエンドレスエイトです、はい、そんな夏を満喫してきたっていう話ですよね、はいはい、あ、そうそうそう、結構満喫してきました、うん、はい、あんというのはですね、毎年行ってるんですけども、うん、北広島というね、あの札幌から電車で、まあ、1時間もかかんねえ な、まあ、数十分のところで、うん、ね、もう駅降りてすぐの広場のところに北の酒祭りっていうのが開催されるんですよ、うん、毎年7月の、まあ、大体1週目2週目あたりなんだけども、うんうん、で土日開催でですね、うん、でチケットがですね 前売りで1600円ぐらいで、お、それ入ったらもうおチョコをもらってはい、はい、で、あの酒蔵がもう40ぐらい来てるんだけども、うん、もう全部でそれぞれの酒蔵 2,3 本ね銘柄出してて、それ全部試飲し放題、うわ、まあ、要するに飲み放題ですよ。わー、1600円で無制限ですか、うん、無制限です。わー、時間が土日それぞれあのね、まあちょっと時間は違うんだけども、大体朝の10時か11時ぐらいから、うん、土曜はね夜8時までやってんだよ、やばいでしょ8時間9時間飲み放題です。9時間、はい、わー、それはちょっとあれですよね、はい、やばいです、残業代出ますよねそうですね、超えてますからねあのね、規定のあれをね、労働基準法超えちゃってる、はい、飲酒がねさすがにね、ずっと飲みっぱだとさすがに無理なので、うん、まあ、で、まあ、その間あのあれステージとかもあって、あ、で、ほうほうほう、うん、でそこで、今回は何やってたんだっけな、おい、面白かったね、あの龍馬四重奏って聞いたことある？龍馬四重奏、うん、なんかね、あの、まあ、坂本龍馬と何関係あるのか分かんないけど、あのバイオリンと忍笛と、あとあの鼓ヨーポンって、うん、とあと本当は三味線の人がいるらしいんだけど、三味線の人がなんかお休みで、まあ、結局トリオだったんだけども、三重奏になっちゃった、っゃったんだけどもいやでも超楽しかったんだよね。へー、でもうバイオリンもなんかあの情熱大陸みたいな感じのさ、はいはいはい、ああいう感じのバイオリンバーって弾いて、しのそこに忍が入るんだよ、フィロールっていうの和風ので、で、後ろでヨーパンってやってる人がいて、へー、いや、沖は多分なんか打ち込みのやつだと思うんだけども、もうすごいなんか、なんかテレビ番組なんかにも、情熱大陸みたいな感じのなんかね、ドキュメンタリー系の番組だったと思うんだけど、なんかにこうテーマソングに使われてるらしくて、ニュース番組だったかな、うん、すごいっすね、うん、っていうのをステージやってたりしてとか、あとなんだろうな、カラオケ大会みたいなのあったのかな、なんか、うん、いろいろ毎年ね、あ、そうそう、ダンススクールの子供たちのダンスだったりとか、あと、俺あと見れたのが和太鼓、和太鼓も多分毎年やってると思うんだけど、なんか地方によってさ、ふるさとなんちゃら太鼓みたいなのあるじゃん、ありますね、うん、ああいうのとかをやったりするのよ、ね、そうだから、いろいろ毎年ね結構違うのが見れて、俺確か去年、まあ、毎年行ってるんだけどね去年とかは矢沢のコピーバンドとかやってて、いやーコピーバンドいいな、コピーバンドいいでしょ酒飲みながら超楽しかったんだよ、いやー、うん、コピーバンドってすごいな、うん、なんて名前なんですか、なんて名前なんですか、矢沢英二とかですか、ね、E プロジェクトだったかな、とかなんかそんな感じの、うん、で、まあ、コピー版でもう A ちゃんなりきってますね、ボーカルが、いいな、特に、まあ、他のメンバーもすごいかっこよかったんだけども、まあ、それはね去年の話なんだけどもさ、まあ、酒を飲みながらそういうのを見て、でもちろん屋台もいろいろあるから、うんうん、もうね、酒に合うつまみがあったり普通にご飯があったり、うんうん、ね、もちろんお土産用 に、まあ、に、まあ酒でもいろいろお土産用のも売ってるっていうね、でもうアクセスもね駅降りてもほんと徒歩 1,2 分のところにあるし、でその結構でかい公園みたいな広場みたいのでやるから、うん、なんていうの、快適、すごい、へー、すごいのんびり、まあ椅子とか席はね結構限られてるからなかなか椅子取るのは難しかったりするけど、うん、まあ立ち飲みだったりそこら辺プラプラしながら、うん、飲みながらねっていうの感じで、まあなんつうの、快適というかすごい楽しい。いいな。なんだったらね、その会場のちょっと離れたところっていうのは結構空間があって、テント立ててる人とかもいてさ、すごい。なるほど、その手があったみたいな。来年からそうしようかみたいな。やば。いいですね、うん、いいですね。
ちょっと離れたテント上がる、ちょっと歩けばもうあの酒蔵のところあるからお酒持ってつまみ買ってテントに逃げるっていうこともまあできるわけですよみたいな、結構自由度の高い、結構やばいですね。やばいです。はい、なんかあれですか、つまみとかは持ち込んで大丈夫、うん、あ一応禁止とは書いてあるんだけども結構みんな持ち込んでるから、多分あんま派手にやんなければ大丈夫だと思うっていう感じです。まあでも禁止だったらいかない、やんない方がいいですね、うん、売ってるんですか、つまみ。あもちろんあの、うん、あの普通にあの屋台の、なるほど、屋台であの、まあ、枝豆とかもあるし、じゃあ問題ないです、ね、とかも、うん、それはあるので、まあ、別に何も持っていかなくて、まあうん、まあ、あソフトドリンクももちろん売ってるので、うん、まあ、ただ念のため水くらいはね持ってってもまあまあそこは許されるだろうし、水は確かにやばいですね、うん、水はさすがにない、うん、ね、ないとね売り切れちゃったらもう困るし、うん、まあみたいな、とにかくね、どっちかちょっと俺の嫁さんが発見して、うん、こういうイベントあるよってもう5、6年前ぐらいにさ、うん、こんなのあるよって面白いねって言ってみたらもう超楽しくて、そっから毎年通ってるっていう、ね、っていう祭り、北広島でやってるっていうのはなかなかね、あの札幌住んでる人でもね北広島ってなかなか行くことないかもしれないけども、そうなんですよね、まあこういう機会にね、うん、行ってみたらいいんじゃないかなと思います。そうか、駅前すぐだったら行きやすいですよね。そう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 、だからもうほんと JR すぐだからね、あのアクセスもいいし、降りたことないですもんね。ないでしょ、ね、俺も多分ねそれ以外では行ってないと思う、はあ、という素晴らしい、ちょっと、はい、次回は行きたいな、うん、今回はちょっと、ええ、まあ、都合がつかず、結構ね、あの毎年夏ってなんかいろいろ入るよね、まあ、俺もね、そうなんですよね、結構いろんな、もう今月はねなかなか予定びっちりで、うん、まあ、でラフ君も遠征の仕方結構ここまで入るのって大変でしたね珍しいんじゃない、なかなかここまではないです、ありがたいことです、うん、ブッキングがあることは、うん、本当でもなんかもうその酒祭りの日はさすがにちょっと、うん、疲れが溜まってて一日何もしなかったっす。ああ、なんかそうだ、沖縄の後なんか結構ちょっとやられてたでしょ。うわーと思って。でもこう回復しないとやっぱね、入校もさせてもらってるんで。うん、ああ、そうだね。うん、ね、そのいろいろ遠征の後は入校があるという。そうそうそう。でもやっぱあれですね、うん、入校があるからといって、うん、なんか無理っくり作業するときっと逆に。うん、なんかこう集中できないというか、うん、1日くらい開き直って休んだ方がいいですね。あ、それは、うん、あると思う、うん、開き直るのは大事だよね、うん、まあ、多少あのスケジュール調整しながら、うん、この日は絶対何もしないとか、うん、この時間は絶対何もしないみたいなのは必要だと思う。絶対ね、それがなんかあるかないかでだいぶ次の日の回復度合いが、ね、うん、変わったわけね。なんつうか、その制作系だとさ、なんか行き詰まって時間を置いたらポンってアイデアが出るときとか多分あると思うんだけども、うん、まあ俺も、ね、結構そういうことあって、うん、一回置くっていうありますね。大事だよねそれ。なんかあのパソコンの前で悩まないみたいな。ああ、なるほど、それあるある、わかる、うん、パソコンの前で悩むのはなんか一番無駄な時間な気がして、うん、そのパソコンはあくまで、うん、思いついたものを入力するだけのものにしておいて、ね、うん、思いついてないときは座んないみたいなあ、なるほどねぐらいでもいいのかなって思いますね、うん、結構あこういうのを、まあ、調べ物はするじゃない、まあ、しますで、うん、で調べててもなんか目的のものにたどり着かないけど、なんかあこういうのもあるんだって結構横道にされてさ、無駄知識が増えるみたいなことが、まあ俺も結構あるので、完全にインターネットあるあるまあだからそれをこう最小限に防ぐっていう意味もありますよね、うんうん、そうですね。やっぱあとなんかね、なんでしょうね、フェイクニュースとかね、そういうのにもつられなくなりますからねフェイクニュースまあまあありますかね、そんなわけで、はい、まあ中田さんは夏を満喫したという感じですね、はい、そうですね、まだまだこれからですよ。 まだね、あの4月がね、まあ、終わりそうになってるっていう段階ですからね、うん、まだまだ8月という、そうですね、まあ、8月はねまたお盆とかになるからまたちょっと雰囲気が違うのかなって気もするけども、うん、はいはい、まずはビアガーデンがねありますから、ね、そう、これからなかなか大変ですよ、ビールを飲む機会が増えますよ、これ。そうなんですよ、ちょっと頑張んないと頑張ることなのかどうか分かんないけどまあ、いや、まあやりすぎないで、ね、しっかり楽しみたいと思いますですね、はい、はい、というわけで、はい、1曲紹介しましょうか、はい、お願いします。よいしょ、はい、今回は、
またちょっと、うん、あの気候大喜利的な感じというか最近気に入ってるね。いや言うたらあの前回のもね1996って今ちらっと画像見えたけども、あれもなんかちょっとした気候大喜利感があるんじゃないかなって思ったんだけどもいやいややっぱねそれとはまた違うね。気候大喜利っていうのはこういうことですよ、うん。今回は、ザ・プロフェットの、Wanna Play。 Wanna Play。 もう、うん、プロフェットさんは、うん、多分ハードスタイルの名前を、うん、ハードスタイルを作る人っていう認識が結構多いんじゃないかなという気持ち で、 そうです、ね、ハードコアを昔やってて、うん、作ってて、うんうん、そのそれこそ僕が好きな、うん、あのオマーサンタナさんの、はいはいはい、パワーピール、はいはいはい、とかは、プロフェットさんとオマーサンタナだったりとかするので、うん、はいはい、あのハードコアをやってた時期もあるんですけども、うん、なるほど、ハードスタイル行って久しぶりに、久しぶりじゃないのかな、うん、最近しばらくそんな毎回追ってるわけじゃないんで、うん、あれですけどビシャッときた BPM200 の、うん、お早いですね、トラックを聴いていただこうと思います、うん、はい、これ200で200でキック大喜利が聴いちゃうわけですか。もうなかなかですよちょっとこれはぜひぜひ聴いてください、はい、お願いします。プロフェットで、Wanna Play。いただきましたプロフェットでワナプレイで、はい、前半からなんか最初の方もうもうもう聞かれたところなんかちょっとおかしな展開がありましたね。そうですね、キック切りでしたね。このキックだと思った、残念みたいな感じでなんかねあのキーがね予想以上に違った。そうちょっと高い、あれもあれなんか高いあれは裏切られましたね。そうじゃないんだよみたいなウェーイみたいな踊ってやんのみたいな感じですよねいやそんななんだいやなんかそうだね、なんか最近そうだね、ラフにそういうのかけるからなんかなんだね、こういうそういうジャンルではないけどもなんかそういう一群みたいのがあってなんか何年か経って改めてこれ聞くとなんでこんなの作ったんだろうって思いそうな気もするけどね。新しいっていうかやっぱこう、うん、これが許容されるってすごいなって思います、ね。ああまあそうだね、こんなトリッキーな曲で、う
なんか何個もキックがいっぱい使えるなんて、うん、こんな時代はね、うん、来るなんて昔のハードコア作ってた人は思ってないと思いますよ。そうだよね、キックをそんなポンポン変えるって、うん、なんかね、ダンスミュージックではまずね、昔のね、うん、ではないんでしょ、そんなにね。いや、ないと思います、うん。もう何だろうな、何個もキック用の機材持ってるやつしかできないことだったじゃないですかもしかしたらね。まあそれだけあのいろんな多様性のあるキックを作れるようになったというなった時代だから、こう出し惜しみせず、そうですね、いろいろこう入れたらこういう曲ができたっていうことなのかもしれないですね、うん。レイバースタイルですね。レイバースタイルだね。レイバーはキックが動くみたいな。キックが多いみたいな。キックがいろんなキックが種類が多い。種類が多いね。だからもうジャンルもこれからはね、どんどんまたおかしなことになっていくかもしれないけどね。そうでしょうね。よくわかんないサブジャンルができるかもしれないけど。難しいな。そうやな。まあそれはそれで、ね、はい、楽しいんじゃないでしょうか。はい。はい、そんなわけでワナプレイでしたということで。はい。中田さんからも一曲、はい。じゃあ俺もまだまだ陽気な時期は続きますので。うん、ですね、今回またちょっと毛色が違うかな。俺。はい。こちらはワイルドハーツってバンド、イギリスのバンドで、ね、いわゆるそのなんていうのかな、まあ、いろんな要素があるんだよね、まあ、すごいざっくり言うとビートルズのをこの、まあ、これ90年代のバンドなんだけど、90年代のちょっと激しい音にしたような、結構ね音がね尖ってるんだけどもやっぱね、その昔の、まあ、イギリスだからブリティッシュロック的なこう伝統的なロックのテイストが随所にこう見られるっていうね、結構不思議なバンドで、うん、なかなかね、なんかいや当時ね、俺若い頃まあ、丸音デラックスっていうね、札幌でやってた深夜の音楽番組でよくかかってたんだけども、それで俺すごい気に入っちゃって、で結構ね同年代の人に聞いてもなんかワイルドハーツが好きっていう人あんまいなくてまあちょっとこの機会にかけようかなって。で明るい曲もヘビーな結構激しい曲もあったりするんだけども、まあ、やっぱ夏なのですごい明るくてぶち上げな上げ上げな感じの曲がいいかなと思いまして、はい、選びました。これはですね、あ、そう、このジャケット今出してるのは、まあ、ベストアルバムで2枚組のベストアルバムなんだけども、まあ、1枚目の、一番最後の曲ですね。はい。はい。15曲目、レッドライト、グリーンライトっていう曲が。すごいですね。ヘッドライト、テールライト。レッドライト、グリーン、赤いのと緑のと、okay、そういうね。まあ、とりあえず聞いていただきましょうか。はい。ワイルドハーツで、レッドライト、グリーンライトです。Shut up! ワイルドハーツ、レッドライト、グリーンライトでした。はい。なんちゅうのかな、結構さ、そう、ね、まあ、分かりやすい AB サビのね、曲なんだけども、うん、なんかちょっとさ、古き良きロックのテイストなんだけども、うん、音は古くない、古、まあ、いや、今聞くと全然古いんだけど、90年代の音だからさ、うん、古いは古いんだけども、ちょっとね、90年代の結構メタルだったり、パンクだったりの激しい感じのサウンドで、がっちり、うん、勢いよく演奏するっていう、ね、バンドで、うん、まあ、こういう感じの曲はね結構いろいろ入ってたりするのでね、うん、もうすごく面白い、聴いてて面白いし上がるし、うん、上がるいながらもなんかちょっと
ほんのり懐かしさというか、そうそう、ね、伝統を感じるようなノスタルジックな、そうそうそう、うん、そこら辺がね聞いててすっごい気持ちいいんだよね、ワイルドハーツは、うん、だからまあまあ、夏に聞いてもいいし、ちょっと 秋なんだろうね、うん、秋深くなってきてちょっとエモい感じの時でも聞いてもいいかもしれないけどね。結構オールタイムフェイバリットかもしれないけども、まあ今ちょっとね、はい、うん、聞いていただきました、ワイルドハーツでした。はいはい、はい、そんなわけで、はい、そんなわけでですね、はい、ちょっと今いろいろ曲聴きながら、そう、予定変更のお知らせをしなきゃいけないと、もうしつつ、はい、告知を、はい、なので、まずはじゃあ告知をお願いします、はい、明日、はい、違う、明後日だ、うん、7月28日、はい、これはあれじゃないですか、八崎ハードコア、はい、八崎ハードコアが、行われます、はい、場所はプラスチックシアターで、はい、ゲストはオマージュ、そう、オマージュさんね、今回はね、うん、なんだろうね、ちょっとラフスクリームズの方でもね、うん、ちょっとお世話になったからね、ちょっとそこら辺の挨拶もしつつね、うん、まあ、どんな評価がかかるかはもうね、ちょっとまだ分かりませんけども、なんやかんやでオマージュくんを呼ぶことが一番ゲストとして多いかもしれないですね、僕、一番最初はイオパで呼んでて、うんうんうん、イオシスのパーティーで呼んで、その後安崎ハードコアで呼んで、うん、その後もう一回安崎ハードコアで呼ぶっていうことなので、3回目かな、やつは2回、俺イオパの時は覚えてんだけども、あれその後って どんなの、アヌビスとか出した時のあたりですね、あーそっかそっか、あそうだそうだ、そう、うん、いや、あったあったあった、あの辺の時に1回来てますね、うんうん、なので意外とやっぱこうつながり深いという、うん、久しぶりに来札という感じなので、うんうん、はい、ぜひぜひ楽しみに、はいはい、もう今頃ね、きっとタイムテーブルも出てるはずなので、そうですね、はい、今頃、今これがね配信される頃には、うん、来られる方はぜひ来てください、はい、そして、はい、前回の放送で、うん、次回の収録日は、はい、7月31日です、はい、というふうに言ったんですけれども、はい、で、メッセージテーマは今回のこれで発表しますって言ってるんですけども、はい、今回はメッセージテーマなしですね、はい、というのも、それというのもなんか色が、31日は、はい、生放送で、お、生になりますか、新作発表をしないと、はい、新作発表生放送です、あ、そうですよね、時期的に、そうなんですよ、はい、これ逃しちゃいかんのですよ、なるほどなるほどもうすっかり僕は油断してましたけども、油断してました、はい、コミックマーケットですよ、もうは1ヶ月切ってましたね、はい、そうですよね、ちょっと俺春 M3 でちょっと全部出し切った感があるのでそう正直ね、うん、今回ほとんど、まあ今回俺ね関わってるの確かほとんどないし、そうですね、はい、もう先にそれは言っちゃいますけど、でもいろいろね、はい、ゆかりのある曲とか、そうですね、はいはい、あるみたいですからね、見込みですので、見込み、なので、はい、ぜひぜひ楽しみにしていてください、はい、なので7月31日は、うん、8時ぐらいかな、多分8時から、うん、まあ予定では8時ぐらいからのスタートで、うん、はい、9時ぐらいには終わるんじゃないかなと思っております、はい、なので新作発表生放送は YouTube のノートブックレコードのチャンネルを、はい、チャンネル登録していただいて、そうですね、この QR ですか、これですか、それは LINE です、あ、 LINE でしたあれか、下の方かな、下の方にあるかな、YouTube の中にどっかにありますね、はい、どっかにあります、チャンネル登録っていうのがあるんで、それをやって、はい、なんかリマインダーで登録しておけば良いんじゃないかなと思います、うん、はい、あとまあツイッターとかでも多分書くだろうし、書きますね、はい、なので、八崎ハードコアの新作が出るというのは、うん、もう言っちゃってるんですけども、言っちゃってるんですね、その内容を明らかにするのは、はい、次週の31日の生放送でという感じでございます、はい、お楽しみに、お楽しみに、相当気合が入ってますので、ぜひぜひ、おお、楽しみですね、そんなわけで、はい、また、はい、来週の水曜日、来週にな、あ、そうか、来週ですね、来週、水曜日でいいんですね、来週の水曜日にお会いしましょう、はい、ノートブック、ノートブックレコードのラフスケッチと中留めだるでしたまたね短縮系で